コンスタンティーバノビッチオストログスキは、リトアニア大公国の構成地域の一つ、ルテニアの大貴族、公家け。1497年9月11日より、就寝で、リトアニア大へ、トマン職の任にあった。彼は、ポーランド親に一世ヨルブラフトに仕えて、軍人としてのキャリアを積み、当時は優位に進んでいた。 クリミアタタールやモスクワ大公国との戦争に参加していた。オストログスキはオチャコフ近郊でメフメトギレイの軍隊を破った功績により歴史上初めてリトアニア大へトマンの称号を授けられた。しかし1500年にはベドロシャの戦いでモスクワ軍に敗北を喫し3年間の捕虜生活を強いられた。 1503年、オストログスキは、逃亡に成功して、新王、アレクサンデルの下に参じ、ヘトマン称号を再び名乗ることを許された。ポーランド・リトアニア合同の主要な軍司令官の一人として、彼は、モスクワとの戦いを続け、1512年の、ビシニョビエツの戦いでは、タタール軍に対して、大勝利を手にした。1514年に、 再び本格的な対モスクワ戦争が始まると、オストログスキは、総力3万5千人の軍隊を擁するポーランド、及びリトアニア連合軍の総司令官となった。彼の帰下にあった将軍には、イエジラジビウ、ヤヌシュスベルチョフスキ、ビトルト・サンポリニスキ、また後に、王官僚へトマンとして、名を馳せたヤンタルノフスキなどがいた。1514年9月8日、彼の軍隊は、 オルシャの戦いにおいて8万の兵力を率いるバシーリー3世のモスクワ軍に対し歴史的な勝利を収めた。ところが、この勝利はリトアニアに何ら政治的な優位を生むことはなく、その後も両軍のうちの大部分が戦場に残って敵軍との戦闘に従事させられた。オストログスキは1530年、有能な軍事指導者として大いに尊敬を集めながら亡くなった。 彼自身は一族の伝統に従って、正教を信奉していたにもかかわらず、カトリック国家リトアニアとポーランドリトアニア連合に忠誠を誓い続け、政教国家モスクワとの間に根深い確執を抱き続けた。彼はまた正教会の教会や、正教徒の子供たちが学ぶために建てられた多くの教会付属学校などの建設にも惜しみない援助を与えた。 リトアニアでも最も裕福な聖教徒貴族であった。彼はキエフのペチェールシク大衆動員に埋葬された。オスト・ログスキには最初の妻との息子にイリアが2番目の妻との息子にコンスタンティ・バシーリがおり、コンスタンティ・バシーリはポーランド・リトアニア共和国における聖教徒の指導者として活躍した。ありがとうございます。